ドラマ、低かった視聴率が後半伸びた、伝説のヒットドラマ10選。韓国では、毎年名作ドラマが誕生していますが、視聴者の目も肥えており、思うように視聴率が稼げるとは限りません。そんな中、最初は低かった視聴率が口コミでじわじわ広がり、放送中に爆上がりした伝説のヒットドラマが存在します。今回は2018年以降に放送された比較的新しいドラマの中から後半一気に爆上がりした高視聴率ドラマ10作品をご紹介します。涙の女王。最初にご紹介するのは2024年公開の涙の女王です。冷え切ってしまった夫婦が離れかけていた愛を取り戻していく様子をユーモラスに時に涙を誘いながら描くラブストーリー。財閥や隠され愛を扱いながら夫婦が共に危機を乗り越えていく姿を等身大かつコミカルに描いています。離婚を目前とした夫婦の危機をどう乗り越えていくのか目が離せません。DVN で放送され、初回は 5.9% でしたが、最終話は 25% の高視聴率を記録。あの名作ドラマ、愛の不時着の視聴率を超え、DVN の歴代視聴率1位という偉業を成し遂げました。イテウォンクラス。続いてご紹介するのは2020年公開のイテウォンクラスです。まっすぐで正義感の強い主人公が強大な敵にビジネスで復讐していくサクセスストーリーです。大都市ソウルの中でもひときわ熱い街で小さな飲み屋を開店させた前科者の青年とその仲間たちが成功をつかむため大物相手に無謀ともいえる戦いを仕掛けていきます。主人公のセロイは自分の信念を貫き信じたい人をとことん信じ実直を絵に描いたような魅力あるキャラクターです。それは発言にも現れていて一瞬は楽になるが繰り返すうち人は変わるや俺の価値は俺が決めるなど名言がつきません。また主人公とヒロインだけでなく脇役も魅力的なのがこのドラマの特徴。飲み屋の従業員は元ヤクザやトランスジェンダーなど個性強めですが自分らしく生きる姿が好感度大です。初回視聴率は 5.0% ほどでしたが急激に視聴率は上昇。連日自己最高視聴率を更新し最終回視聴率は 17% を突破するなど話題性を集めた作品です。ペントハウス。3番目にご紹介するのは2020年公開のペントハウスです。セレブたちが暮らす超高級タワーマンションを舞台に富裕層の闇と狂気の争いを描いた壮絶な復讐サスペンス。学歴と不動産バブルで激化する韓国の貧困社会をメインテーマとしつつ富裕層と庶民の間の問題だけではなく富裕層の中での格差問題を暴露しています。ドラマ制作費はシリーズ総額で約32億円を投入。スケールと華麗さを極めスリリングで衝撃的な物語をより一層盛り上げました。そしてどんでん返しの連続と演技派俳優たちの開演で視聴者の関心を集め SBS 演技大賞で最多9冠を受賞。シリーズ全体で30冠に輝くという快挙を果たしています。初回視聴率は 6.7% でしたが吹き荒れる怒涛の愛憎劇とジェットコースターのようなストーリー展開にハマる視聴者が続出。なんと瞬間最高視聴率 31% という驚異の視聴率を記録しシーズン3まで制作された数少ないドラマとなりました。ウヨンウ弁護士は天才肌。4番目にご紹介するのは
2022年公開のウヤウ弁護士は天才肌です。法律事務所で働き始めた新米弁護士が、自閉スペクトラム症を抱えて生きる女性として、法廷、私生活で様々な壁に果敢に挑む物語。ネットフリックスシリーズの中で愛の不時着に次ぐ話題作となり、主演のパク・ウンビンさんはペクサン芸術大賞で大賞を受賞しました。愉快な笑いと共感いっぱいの温かいストーリーで、初回 0.9% で出発した視聴率は、最終話は 17.5% という高視聴率を記録し、新生ケーブルチャンネルエナで前例のないレベルの爆発的な興行力を披露したドラマです。本作品は、日本のドラマにはない韓国ドラマの醍醐味が全部詰まっており、カンドラデビューにはもってこいの作品と言えます。結婚作詞、離婚作曲。5番目にご紹介するのは、2021年公開の結婚作詞離婚作曲です。30代、40代、50代の3組の夫婦が、夫の不倫をきっかけに離婚へと発展していく様子をリアルに描いた作品。本作は、テレビ局テレビ朝鮮の歴代最高視聴率を叩き出し、またネットフリックスでの同時配信もあり、爆発的人気を得たドラマです。夫が不倫に落ちていくとき、妻は、家庭は、愛人はといった夫以外の目線からの状況も描かれているため、徐々に不倫に至った理由が浮き彫りになっていくのも見どころです。シーズン2も想像を超える展開で、 4.9% だった初回から右肩上がりに視聴率を伸ばし、最終話では 17% とシーズン1を超える高視聴率を記録。テレビ朝鮮を代表するヒットドラマとなりました。熱血司祭。6番目にご紹介するのは、2019年公開の熱血司祭。悪事を働く権力者たちに怒れる司祭が立ち向かう痛快アクションコメディです。 SBS 演技大賞では、キム・ナムギルさんが大賞、イハニさんが最優秀賞演技賞、キム・ソンギュンさんが優秀演技賞を受賞するなど、発汗の快挙を達成。また、ソウルドラマアワードでも、韓流ドラマ部門の最優秀作品賞を受賞しています。主人公が聖職者でありながら、毎回のように決闘シーンがあることや、聖職者が刑事や検事と協力しながら、殺人事件の捜査に乗り出すという奇想天外なストーリーが好評を呼びました。さらにキム・ナムギルさん扮する司祭が、人間力で周囲の人を引きつけ、仲間を増やしていくのが何とも爽快です。初回 10% だった視聴率は、社会風刺やコメディにアクションが混ざり合った痛快なストーリー展開で面白いと口コミで広がり、22% を突破。熱い人気を得て、スペシャル番組が放送されるほど一大ブームとなった人気作です。スカイキャッスル、上流階級の妻たち。7番目にご紹介するのは、2018年公開のスカイキャッスル、上流階級の妻たち。高級住宅街に住むセレブな家族たちの受験戦争を描いたサスペンスドラマ。韓国の過剰な教育熱や若者たちにのしかかる学歴社会の闇をリアルに描いて風刺するとともに、スリリングなストーリー展開と中毒性あふれる名セリフの数々で多くの視聴者を魅了しました。そしてテレビドラマの話題性ランキング7週連続第1位や、ペクサン芸術大賞で4冠を獲得するなど、さまざまな偉業を成し遂げ、一大シンドロームを巻き起こしました。若手からベテランまで演技力の高さに注目です。
人間の嫉妬や欲望をここまでさらけ出すのかと驚くほどの演技に圧倒されます。有名なイケメン俳優が出演していなくても、ときめく恋愛要素がなくても十分すぎるほど楽しめるのがこのドラマの魅力です。初回放送の視聴率はわずか 1.7% でしたが、回を重ねるごとにドラマの面白さは話題となり、大ヒット作トッケビを超える歴代最高視聴率、当時 24% を記録した爆上がりドラマです。愛の不時着。8番目にご紹介するのは2020年公開の愛の不時着。韓国の女性と北朝鮮の軍人による禁断の愛を描いたラブロマンスです。ロマンスドラマが軒並み苦戦する中、ドラマ王国 TVN で歴代ドラマ視聴率1位という記録を立てた作品。コミカルかつドラマチックな世界観と愛すべきキャラクターたちは今なお愛され続け、国民的ラブコメと呼ばれています。ロミオとジュリエットのような悲痛な恋愛展開に加えて、財閥相続争いの展開もあったりと、韓国ドラマでよくある設定展開ですが、伏線回収や映画のような壮大なスケール感があり、韓国ドラマ特有の面白さをうまく詰め込んだ魅力ある作品になっています。また、私たちには考えられない北朝鮮の当たり前があり、北朝鮮の暮らしを知ることができるという点でもとても面白いです。初回視聴率は 6.1% でスタートしたものの、北朝鮮に不時着するという斬新なコンセプトと揺るぎない純愛を描き、回を重ねるごとに視聴者を虜に。最終回では平均視聴率 22%、最高視聴率 24% という驚異的な数字を叩き出しました。ストーブリーグ。9番目にご紹介するのは2019年公開のストーブリーグ。野球経験ゼロの男性がゼネラルマネージャーとして4年連続最下位チームを立て直すスポーツドラマです。ベクサン芸術大賞で作品賞を受賞。また主演のナムグンミンさんは SBS 演技大賞で自身初となる大賞を受賞しました。スポーツドラマといえば選手にスポットを当てた作品が多い中、本作はゼネラルマネージャーをはじめ野球チームを支えるスタッフを中心にストーリーを展開していく点が特徴です。また主人公が野球未経験という設定であり、知識がない人も分かりやすいように説明が盛り込まれている点がポイントです。初回 5.5% ほどだった視聴率はみるみるうちに上昇し、最終話では 19% を記録。スポーツドラマはヒットしないという概念を覆しました。椿の花咲く頃。最後にご紹介するのは2019年公開の椿の花咲く頃。社会的偏見を受けて孤独に生きてきたシングルマザーが一人の男との出会いによって殻を破り、強い女性へと成長していくロマンティックラブサスペンスコメディドラマです。 KBS 演技大賞では主演のコン・ヒョジンさんが大賞を受賞するなど12冠の栄誉に輝いてます。本作はラブコメやヒューマンにサスペンスなど様々な要素が詰まったストーリーでありながら、設定や構成がしっかりとして伏線回収も綺麗にされている脚本の力が素晴らしい作品と言えます。また言い放題やり放題の市場のおばさんが一致団結して犯人逮捕に貢献するシーンには大爆笑間違いなしです。初回は視聴率 6.3% ほどだった本作は恋愛、サスペンス、ヒューマン全ての要素が融合した新しい韓国ドラマの形を提示し、最終回では 24%、
最高視聴率 25% の高視聴率を記録しました。まとめ、いかがでしたでしょうか。いずれも韓国ドラマ史上最高の作品と言っても過言ではない名作ばかりです。機会があればぜひご一度ご視聴ください。